ザウバー C12 は、ザウバーが1993年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。レオレスが設計し、1993年の開幕戦から最終戦まで使用された。スポーツカー世界選手権で競合チームとして君臨してきたザウバーが F1 参戦用に開発した最初のマシン。 設計はティレルから加入したハーベー・ポスルスウエイトに任されたが、1992年にポスルスウエイトがフェラーリに移籍したため、ザウバーのチーフデザイナーであるレオレスが公認を務めた。ハイテク装置を備えるトップチームのマシンに比べると C12 は比較的オーソドックスな作りだったが、実践的なパフォーマンスは高かった。エンジンはイルモア製 AV10 を搭載。 当時メルセデスが F1 復帰を正式に表明していなかったため、スポーツカー時代に染められていた、ワークスカラーの銀色ではなく黒色のマシンで登場し、リアカウルに、コンセプトバイメルセデスベンツの文字があるのみであった。なお、メルセデスが正式に F1 参戦するのは1994年からである。ドライバーはマーチから、カール・ベンドリンガー、ダラーラから、 JJ レートを起用し、レートが開幕戦でいきなり5位入賞と速さを見せたが、エンジンの信頼性が低く、リタイアも多かった。それでも後半からベンドリンガーのドライビングで入賞を重ね終わってみれば、コンストラクターズがないと、新チームながら、健闘を見せた。 h t t p w w w s t a t s f 1 c o m e n s a u b r c 1 2 a s p x ありがとうございます。